はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、東京オリンピックに看護師500人を派遣することについて、菅首相は医療提供体制に影響が出ないように努めると言っていましたが、本当に医療提供体制に支障が出ないように看護師500人も派遣することなんて可能なんですかっていうご質問です。 えー、それに関する僕の答えは可能です、ね、これ何でかっていうとその看護師の皆さんって今日本で働いてる看護師の皆さんはだいたい120万人ぐらいいらっしゃるんですよね。でもその働いていない看護師の皆さん、まあ、いわゆる潜在看護師って言われてる人たちもかなりたくさんいてだたいね71万人ぐらい いるって言われてるんですよ。なので、日本全体の看護師の3分の1以上ぐらいがまあ、潜在看護師で働いていないんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、看護師の資格は持ってるんだけど、看護師の仕事はしてないっていう人たちですよね。なので、まあ71万人も潜在看護師の方いらっしゃるので、その中から500人ぐらいまあ、500人ぐらいって言ったら本当に失礼っていうか、この発言でお。で 憤りを感じる人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、500人集めることはまあ可能ですよねでそもそも潜在看護師の皆さんって何で今看護師の仕事していないかっていうと、まあ、本当にいろんな理由があるんですけど、まあ、例えばもう今疲れたとかね看護師の労働ってね特に病棟勤務とかはもう夜勤とかねあのあの過酷な労働が多いのでそれで疲れた、まあ、一旦休みたいっていう形で。 一旦退職してちょっと貯金で暮らしてたりとかあるいは雇用保険が下りるんだったらそれでしばらくそれで暮らしててまたしばらくしてちょっとやる気が出たらまた就職しようとかねそういうふうに考えてる方もたくさんいらっしゃるわけですよねまあ、結局日本って全体的にその看護師不足でなので看護師の有効求人倍率ってね2.5倍ぐらいなんですよねなので 一旦仕事休んで,でまたやる気になったらまた別の病院に就職するとかそういうことって結構可能なのでそういうふうに働いてる方もそこそこいらっしゃるんですね看護師の皆さんは。まあ、あとは看護師の方って92.2%が女性なのでやっぱり結婚とか妊娠出産子育てっていう理由で 一旦仕事をお休みしててるっていう人もたくさんいるし、まあ、一旦じゃなくてもうこれをきっかけに看護師の仕事はもうやめますっていう人もいらっしゃるわけだし、まあ、あるいは看護師の仕事してみてあこの仕事向いてないなもうやめようと思って看護師の資格は持ってるんだけどやめて別の仕事をしてる人だってたくさんいらっしゃるしあるいは中には僕の周りにも結構いるんだけど。 医者と結婚してもう働く必要がないのでもう働いていないっていう人もいらっしゃるわけですさまざ、あ、まな理由で看護師の仕事は資格は持ってるんだけど看護師の仕事してないっていう人はね、まあ、日本全国に71万人もいらっしゃるわけですよね。はい、で、まあ、そういう方ってまた新たに看護師 として病院に就職して看護師の仕事をするっていう選択肢もあるんですけどやっぱりそれってちょっとハードルが高いって感じる人もいらっしゃるわけですよね。っていうのはまた新たに病院に就職する、まあ、クリニックに就職するっていう場合はあの、まあ、正社員として束縛されるわけですよね自由が奪われてまた夜勤とかもあることもあるしなのであのまた新たに就職するのはちょっとなって思ってる人もいらっしゃるわけですよね。 でも今回のこのオリンピックへの派遣っていうのは短期間の人みたいなもんなんですよね。まあ、どれぐらいの期間かあの調べても、ね、出てこなかったんで分かんないんですけどおそらくまあ2週間とか3週間とか4週間とかあるいはもうちょっと長いとかねそれぐらいの短期間のつもりでちょっと働いてもいいかなって考える人って、まあ、結構たくさんいるので、まあ、なので500人ぐらいくら、まあ、いっていうとね怒っちゃうあの失礼になっちゃうと思うんですけれど今回のこの500人派遣に関してね っってらっしゃる方はもうたくさんいらっしゃるのはもう重々承知してるんですけれど、まあ、今回この質問に関してはこういうい答えになるわけですで、えー、っと今回のこれは東京五輪組織委員会が日本看護協会に500人の看護師の動員を要請してるわけなので,で日本看護協会って76万人会員がいらっしゃるわけですよね。 なのでその76万人の中には潜在看護師の,皆さんあの方もねたくさんいると思うのでまあ500人集まると思いますオリンピックって結構好きな人が好きで、まあ、オリンピックのボランティアを募集するっていうだけでもねボランティアだけでもすごく集まるのでだったらあの短期間だったらやってもいいかなって思う方はね潜在看護師の方はねたくさんいると思うんですよね。 なのでおそらく今回これがニュースになった時にえ看護師500人も動員するの今こんだけ医療,医療体制が逼迫しててコロナ病院でも看護師の皆さんねすごい大変な思いをしているのに人手も足りないのにその看護師の皆さんから500人を持っていっちゃうなんてそれはひどいっていうふうに頭の中で考えてる人がいらっしゃると思うんですけど実際にはあの今病院で最前線でね すごく忙しく、働いてる人はオリンピックのその500人の中には多分入らないと思うんですよね。おそらくほとんどが潜在看護師の皆さんなので。なので、医療提供体制に影響が出ることはね。まあ、おそらくほとんどないだろうと。 思っていますがただ今回のこのニュースで怒ってる方が多いんですよねもうそれも僕自身もねすごく思いますすごく気持ちわかります特にコロナの最前線で働いている医療従事者の方にとっては私たちはこんなに大変な思いをしてて日に日にその患者数が増えて病あのベッドもいっぱいになって大変なのにこんな時にオリンピックを開催すればさらにまた患者が増えてえー 病床がね、逼迫して大変な思いをするので、もうオリンピック中止すべきではないのですかって考えている人たくさんいるし、僕自身もオリンピックはもう場合によっては中止すべきだというそういう意見なんです。あんまりにも患者が増えすぎるんだったら中止にして少しでも患者数を減らして、あの医療第一で患者数を 減らす死者の数を少しでも減らす重症患者さんを少しでも減らすということを第一にすべきだと思いますので今回のこの500人動員のニュースで怒ってらっしゃるっていう方の気持ちはね僕自身もすすごくわかります、はい、ただ菅首相とか政府の思惑はもう絶対にオリンピックって中止にしたくないっていう考えだと思うんですよねあのオリンピック中止っていうね。 中止っってていいう言葉を政府の人間が出すすほとんどないでだから二階さんがちょっと言葉に出しただけで大騒ぎになるぐらいでまあそれぐらいの政府の関係者の方ってほとんど中止っていう言葉は使わないでいかにオリンピックを開催させるように頑張るかっていうことを第一にしてるんでまあ中止っていうのは頭の中にはね、まあ、ほとんどない。 と思いますね、全くはないわけではないと思うんですけどとにかくオリンピック開催させたいと思っていると思うのでおそらく菅首相の思惑はもう6月いっぱいぐらいまではもう緊急事態宣言とマンボウなどを駆使して少しでも感染者の数を減らしてでまあ国民とかマスコミがまあオリンピックやってもいいんじゃないかなっていうような空気になるように持っていくと思うんですよね。 感染者の数が減れば、まあ、国民もマスコミも。まあオリンピックやるのあり、なんじゃないの？っていうような空気になると思うんですよね。っていうのは、まあ前回の緊急事態宣言の時に感染者がぐーっと減って、ちょっとオリンピックやってもいいかな？っていうようなムードになって。なおかつその後池池池池江梨香子さんがオリンピック出場を決めて。 かなりマスコミもね国民も盛り上がってオリンピック歓迎ムードまあ、そういう空気になってたのでまあ、政府の思惑としてはこの感染者の数を減らしてオリンピック開催していいというムードにまあ国全体とマスコミをそういう風に持っていこうかなって考えてると思うんですよねそれで最悪無観客でも最悪だと思うんですけどね最悪っていうかおそらくも無観客になるんじゃないかなって僕は思うんですけどこの感染者のペースだったら無観客でもいいのでオリンピックを 何でもかんでも開催しようと考えているんじゃないかなって思います。はい、というのが僕の答え考えです。はい、ご視聴ありがとうございました。